逆事情の法則。逆事情の法則。逆二乗の法則。とは、物理量の大きさが、その発生源からの距離の事情に、反比例する、という法則である。逆事情とは事情の逆数のことであり、この法則はしばしば、ある物理量の大きさが、その発生源からの距離の逆事情に比例する、という形でも述べられる。逆事情の法則はしばしば短縮して、 逆自上則とも呼ばれる。逆自上の法則は、べき上則の一種であり、様々な物理現象の中に目指すことができる。以下の節では、自然科学と物理学の歴史の中で、特に重要な例について述べる。逆自上の法則の発見により、物理学者は何らかの変化を認めたとき、その発生源と発生源との距離の関係を調べ、それらが、 逆事情の法則に当てはまるかどうかに関心を持つようになった。逆事情の法則が成り立つこと、特に指数が2であることには、我々のいる空間が三次元であり、東方的であることと密接に関係している。空間の各点で測定できる物理量について、それがある発生源から生じる流体のようなものとみなせる場合、発生源から偏りなく流出する物質からの 類推により、発生源を囲む球面を通過する物質の量は、球面の大きさによらず一定であると考えることができる。したがって、球面を通過する物質の密度は、球面の面積に反比例して小さくなる。発生源が玉柄の中心にあるとすれば、球面の大きさは発生源から球面までの距離の事情に比例するから、球面を通過する物質の密度は、 球面と発生源の距離の事情に反比例する。逆事情の法則が成り立つことは、発生源の形状に強く依存している。逆事情の法則が成り立つのは発生源が点やまだまだとみなせる場合であり、例えば棒状の光源に対しては、逆事情の法則は成り立たない。一般には、発生源の細かな構造を無視できる程度の距離においてのみ、 より具体的には発生源の大きさに比べて非常に遠距離の領域で逆事情の法則が成り立つ。逆事情の法則が成り立つのは大抵ある一つの発生源に注目した場合である。例えば異なる天体の表面重力を比較する際には注意が必要である。構成物質の似通った天体同士では表面重力の大きさは 天体の半径に対する逆次乗則に従わず、時点による遠心力の影響を除けば、表面重力の大きさは半径におおむね比例する。これは、重力の大きさが天体の質量に比例し、同程度の密度を持つ天体の質量を比較すると、天体の質量は天体の体積に比例するためである。光の減衰に関する逆次乗の法則は、光の強さが 光源からの距離の事情に反比例することを述べる。これは初期に発見された逆事情の法則の一つである。証明の概略は次の通り。ヨハネス・ケップラーは1596年に発表した著作宇宙の神秘の中で平面上に東方的に光が放出される場合について上記の考察と同様の議論をした。 ケプラーはまた、天体に及ぼされる引力についても、同様の考えが成り立つと推察し、重力に関する理論を展開した。ケプラーは、重力の広がりを球面ではなく、円によって捉えたがために、逆事情の法則導くことはなかった。ケプラーが、天体を動かす、原動力が、同心円状に広がると考えたのは、当時知られていた惑星の軌道がほぼ、 同一平面上にあったためである。当時は、彗星の軌道は計算されていかった。万有引力の法則は、逆事情の法則の中でもよく知られている。引力に関する逆二乗則の発見者として、ロバート・フックとアイザック・ニュートンは、特に有名である。フックとニュートンは、ケプラの考え方を拡張し、またニュートンは、フックの示唆もあって、万有引力は、 全方位に影響を与え、その強さは距離の二乗に反比例すると考えた。1680年にフックはこの法則について述べた書簡をニュートンに送っている。万有引力について満足いく結果が得られたのはニュートンが表した自然哲学の数学的書原理においてであり、その書版は1687年に出版されている。ニュートンは 自然哲学の数学的諸原理を出す以前に、微分析文学の基本定理を証明し、微分析文学を創始するに至っているが、自然哲学の数学的諸原理ではそれらの結果を放棄し、あるいはあらわにはしていない。ニュートンの時代にはまだ微分析文学で用いられる。無限小の台数は正当的な手法とはみなされておらず、ニュートンは、 気化学の手法によって、力学の基本法則やそこら導かれる定理を説明した。電磁気学における逆事情の法則として、空論の法則がある。空論の法則は、発見者のシャルルド空論から名前が取られている。空論の法則には電情に対するものと磁場に対するものの2種類ある。前者は休憩、または、 天井の電荷が作る電荷の強さを述べたもので、後者は双極子の一方の極が作る磁場の強さを述べたものでる。空論の法則は近接作用論の立場では電磁場に関する法則として述べられるが、ニュートンの万有引力のように二つの物体の間に働く力として表すこともできる。この場合、電荷に関する空論の法則は電荷を持つ。 粒子同士に働く静電気力の大きさは粒子間の距離の逆事情に比例すると表現できる。空論自身はを用いて二つの帯電した物体の間に働く力を測定することによって静電気力に関する空論の法則を発見している。磁場に関する空論の法則は磁場に関するガウスの法則により磁場の流出がゼロで内発生源が存在しないため 直接的には成り立たない。磁場について、空論の法則が成り立つためには、磁気単極子、モノポールという概念が必要となる。前述の通り、ガウスの法則から、磁場の流出はゼロとなるため、磁気単極子は、単体では存在し得ないが、微小な塩電流のなす磁場を、磁気総極子、大ポールのなす磁場とみなすことができ、磁気総極子を構成する粒子として、 直短曲子を扱うことができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。